はい、ありがとうございます。先ほどまではリーさんが大学卒業してどこに就職してボーダレスジャパンに入ったきっかけみたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では今ボーダレスハウスの代表をしていらっしゃいますので、そこの経緯も含めてちょっとお聞きしたいなと思ってます。はい、じゃあもともとボーダレスジャパンに入ったのが2011年ですかね。はい、でそこからボーダレスハウスの代表になるっていうのはどういうきっかけだったんですか。当時ボーダレスジャパンとしてはもう一つハーブティーのアモーマって今もあるんですけど、はい、っていう事業が走り出したばっかりだったんですね。はい、その2つの事業で走り出していた時にある程度軌道に乗るのが見えてきたので、一方僕の今のやりたい志とかっていうのにはドハマりしている事業だったので、はい、リーちゃんやろうよみたいな感じで、はい、当時から入ってすぐ事業部長みたいな形ではやってて、で彼らは別の事業を追いかけ始めてたんですね。はいはいはい、ボーダレスハウスっていう事業を僕ががっつりやるようになったもう一つの理由としては韓国ですね。韓国に進出をしたいっていう思いがあったので、2011年ジョインして2012年に韓国に乗り込んで、すごい始めるんですけど、はい、ちなみになんですけど、うん、韓国にシェアハウスを作るってことですよね。はいはい、そこの対象のターゲットは外国の方ですか。そうですね、ボーダレスハウスというのは基本的に留学生とかを中心にした外国人の方とローカルの方が一緒に暮らすっていうコンセプトなので。あ、そういうことか。だから外国の人たちだけが住むわけではなくて、 そこを交流の場として使えるコミュニティとして立ててるってことなんですね。そうですね。あー、なるほど、理解しました。ちなみにその1年でどれぐらいシェアハウスって作れたものなんですか、日本で。日本だと、はい、まあ、当時僕ら40棟ぐらいあって1ヶ月に1棟作ろうみたいな感じで攻めてた。すごっ。だから韓国にいる時にも1年ちょっとで15棟とか20棟やってましたね。はいはい、すげー。え、ちなみにそれシェアハウスって一軒家を購入しちゃうんですか。借ります。あ、借りるんですね。はい、あー、なるほどなるほど。え、でも対象は一軒家だけですか、それともマンションとか何部屋みたいなの借りるとか、そういうところもあるんですか。もともとは皆さんがイメージしてもらうような昔ながらのおじいちゃんおばあちゃんの大きなお家、2階建てとか3階建ての大きなお家を借りて、はい、でリビングとかお風呂とかを共有して一つ屋根の下で暮らすっていうのがベーシカルなところとしてあって、うん、はい、それがこう不動産的に面白いっていう風にトレンドになっていって、ビルとかいろんなものを改装してシェアハウスにしていくみたいなトレンドも増えていったので、一軒家以外のマンションタイプとかも増えていっていて、韓国なんかは逆に一軒家文化じゃなくてアパート文化なんですよね。あ、そうなんですね。なので 3LDK、4LDK っていうものを借りて、そこで6、7人が一緒に暮らすみたいなものをバンバンやりました。面白い。そうなんですね。リーさんが入られた2011年の時は建物数でいうと何、20棟ぐらいですかね。20棟、はい、2011年の時20棟で、今何棟あるんですか。今は東京で行くと41棟、うんうん、でもだいぶ減らしたんですけどね。あ、そうなんですね。はい、え、ピークは何棟あったんですか。ピークは75棟ありました、ね、東京だけで全部で総決定と東京、関西、韓国、台湾で、はい、今はまさに100棟ぐらいなんですけど。そんな増えたんだ、はい、すげえそうなんだ。リーさん2011年からずっとボーダレスハウスを見られてますよね。そうですね。一番嬉しかったことって何ですか。いや、めちゃくちゃあるんですけどね、はい、海外っていう話でいくと、はい、日本で事業をやって、うん、韓国でシェアハウスを立ち上げるんですけど、もっとシェアハウスっていう文化もなかったんで、最初集客っていうところめちゃくちゃきつかったんですよね。なるほど。でその時に基本留学生なんですけど、はい、日本のボーダレスハウスに住んだよっていう人が今度韓国にも留学行くからって言ってうちを選んでくれたんですよ。なるほどなで海外だから家も見れないんですよ。はい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 。でも迷わず申し込んでくれて、うん、自分の中でスタバみたいな感覚、はいはい、どこの国に行ってもスタバだけは安心して入れる部分あるじゃないですかスタバファンからするとどこ行っても変わらないこのサービスと味があるっていうのがあって、で僕らがやってるボーダレスハウスってサービスって言っても住む人たちは僕たちのお客さんで僕らが住んでるわけじゃないので、うんうん、そのコミュニティっていうのは住んでる人たちが作るものだからサービス保証してるわけじゃないんですけど、はい、間違いないと思うからっていう信頼で来てくれる、はい、まだ当時韓国で1個2個しかやってないまだまだ走り出しちゃったんですけど、はい、なんかそういう海外の方が来てくれた時はすごく自信になったというか、はい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 、嬉しいエピソード本当あるんですけど、パッと思い浮かんだのはそれありましたね。いや確かにそれ嬉しいですね、うん、別に日本だけじゃなくても例えば中国でもいいですし韓国でもいいんですけど、そこに行った時もボーダレスハウスはあると。ただいろんな不動産がある中 で、うん、そこを選んでくれるっていうのは本当嬉しいですよ、ね、本当そうです。あ、なるほどな。それが台湾、僕ら立ち上げるんです。台湾でも同じことが起きて、はい、嬉しいですね。なんかそこをぐるぐる回り始めた時に、はい、これはすごく僕らとしては普通にリピーターが来た
ーって言って処理するんですけど、はいはいはい、実はすごく尊いことをやってるなっていうのは思ってます、うん、ちゃんと固定客を掴んでるみたいな、はい、でもそれなりのバリューが出てるんでしょうね、そこの建物の中には。そうですね、あバリュー出しやすいというか、海外に留学行かれたりとか、はい、旅行でもいいんですけど、はい、住まいってこう人生におけてめちゃくちゃ大事じゃないですか、はい、海外留学って留学生たくさんいますねって言うんですけど、留学生の当事者からするとずっと夢見てきた憧れの土地で、はい、人生に1回しか経験できないその数ヶ月において住んだ場所って絶対忘れないの で、 そ、 うです、ね、そこに対する彼らの感謝みたいなものもすごくあって、はい、それがブランドの価値を高めてるんだろうなと思いますね。うん、なるほどな。ちょっとなんかマーケティング視点で見たいんですけど、はい、ボーダレスハウスは留学生の人と現地のローカルの人を同じコミュニティで生活させるっていうのが目的じゃないですか、はいはい、どっちの方が集客大変ですか？これは国による部分もあってですね、はいはい、基本僕らコンセプトとしては半々ってやってるんですね、はい、例えば日本においてでいくと同じぐらい結構大変です。ああそうなんですね、はい、が考え方としてマーケティング目線としては、僕らホームページに国旗で国籍を語るのかっていう問題はあるんですけど、マーケティング的な観点で住んでる人の国旗を全部表示してるんですね。あそういうこと。そうです。あじゃあそのホームページにここの塔には誰がいるかって分かる。あすごい、そうなんだ。これめちゃくちゃ大事で、めちゃくちゃ大事ですね。確かにシェアハウス住む人はコミュニティ求めてくるので、どういう設備のどういうエリアに住むかっていうのよりも誰と住むかが大事です、うんうん、いや分かります分かります。あそういうことですね。その面白いわ。外国人の方特に英語圏の方の国旗が立つと、はい、隣の部屋に日本人の方2人埋まるみたいな、こういうセオリーはあります。あなるほど。でもそれを見れるのはいいですね。だからそうですね、シェアハウスの事業ってやっぱり他にもいっぱいあるじゃないですか。とはいえそこに誰が住んでるかは分かんないから、そこをちゃんとホームページ可視化して今誰が住んでる、そうです、ね、どれぐらいの割合で住んでるよみたいなのが分かるんですね。そうですそうです。面白い。あとコメントをもらってます。自己紹介とかも、名前を書いちゃダメなんですけどどっから来ました、何が趣味でとかっていうのも、あすごいわ。子供ビビビビって書いてて、はい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 、だからフランスに留学したいからフランス人の方がいるハウスがいいなと思って探したりする人とかもいます。確かに、はい、別に英語だけじゃなくても、うん、中国語でもいいですし韓国語でもいいですし、フランス語でもいい、うん、でもその人たちが学びたい言語の人たちがそこにいれば、その人たちと一緒に話すことで言えば学べるかな、はい、あ面白いですね、うん、確かに。ちなみに最初からそういうコンセプトだったんですか？半々で行こうっていうのもありました。あ、はい、でさっき言ったみたいに誰と住むかが一番大事じゃんっていう話があったので、はい、住む人の情報を名前と顔以外はできるだけ出せるようなマーケティングをしようと。なるほど。そのためにはやっぱり入居者さんとの関係性が良くないとプライバシーの話としてはもう踏み込み倒しているので、はい、そういう意味ではうちのスタッフと入居者の関係性っていうのもすごく大切にしてきたっていうオペレーションポリシーもありますね。うん、はい、なるほど。ちょっと今後の部分も聞いてみたいなと思っていて、はい、ボーダレスハウスとしての今後と、はい、あとリーさん個人としての今後、はい、どういうふうに考えてるのかっていうところをお聞きしたいんですけど、はい、実際どうですか？一つ今やりながらの課題に対してしっかり向き合う部分って必要だなと思っていて、あとそれともっとやりたいことを次のチャレンジをするっていうのがあるときに、今僕らがそのやってるシェアハウスっていうのに入居できたり体験できる人っていうのは年齢的にも人数的にもやっぱり制限があるんですよね。僕らはいろんな人のルーツをリスペクトし合える差別偏見のない社会を作ろうっていうのをビジョンに掲げているんですけど、そうした時に地域の方とか近隣の方で外国人の方と触れ合ったことがない、友達もいないっていう方々っていうのがもう大半だと思うので、うん、そうですね、そういう人たちとどうやってきっかけを作っていくのかっていうところを一つ今追いかけていて、うん、なるほど。じゃあ今まではシェアハウスの中でのコミュニティを日本人と海外の人を混ぜ込んで新しいコミュニティを作ってもらうんですけど、今後はそこも外も考えていかないと、ね、めちゃくちゃ大きいですねこれは。一方リーさん個人としてはどうですか？もう今事業をシェアハウスやりながら現場に出て走り回ってるわけではないので、うん、ただ今の話も含めてそういうきっかけを作るというか、僕も人との出会いで価値観がアップデートどんどんされていった人間なので、うん、新しい価値観に触れるきっかけをどうやって提供できるのかっていうところを個人としてやりたいなと思っていて、まあ、一方である程度こうマネージメントみたいなことをやってしまうとその現場感にちょっと遠くなってしまってる部分があると思うので、うん、もっと最前線に立って、うん、そういう場作りみたいなものをやりたいなと思って、はい、オープンスペースでどうやったら多文化な人たちが集まってきっかけをお互い提供し合って、それをモデルケースにいろんな地域にやっていくビジネスモデルってなんだろうみたいなものを研究していくみたいなものをやりたいなと思ってます。
そうなんですね、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ最後になんですけど、はい、リーさんってもともと民間企業にいて、今ボーダレスジャパンっていうところに入って、はい、今代表まで行ってるわけですけど、いろんな選択あったと思うんですよね、はい、でそこで前向きな決断をしたからこそ今のリーさんがあるのかなと思っていて、うん、でも今の学生の中ではそういった決断ができず悩んでる人たちもいると思うんで、その人たちに一つアドバイスするとしたら何ですかね。使命感ではなくて、自分がワクワクするものっていうものを見つけることが大事だなと思います、うんうんうん、ボーダレスグループにいてすごい使命感を持ってこれをやりたいんだっていう方がたくさん集まってくる環境でもありながら、うんうんうん、はい、国際協力ってなるとやはり問題意識から自分のモチベーションを上げていって事業をスタートするっていうところになると思うんですけど、国際協力っていうところにおいてもそうですし、ビジネスっていうところにおいても、うん、最後に踏ん張れるのは自分がこの仕事やっててやりがいを感じるか楽しいかっていうところがあると思うんですよね、うんうんうん、なので自分はどんな時に心震えるのかとか、どんな時に泣けるぐらい嬉しいのかみたいなところを探すことが一番大切だなと、はいはい、それが結果的に国際協力っていう形でその人たちをハッピーにさせることであればそれに突き抜ければいいと思いますし、はい、そうじゃなくて実はそのプロセスにおいて自分が楽しい部分ってどっかあると思うんですよね、はいはい、そこを履き違えずに、そんなのやらないと分かんないんですけど、自分の頭で考えるんじゃなくて自分の心に正直にワクワクする道を選ぶっていうのが一番大事じゃないかなとこの年になって思います。なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっと今日はですね、はい、国際協力の中でも今あのボーダレスハウスの代表をされてらっしゃるリーさんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。